埼玉県の企業版ふるさと納税県有施設エコフィス化改修事業のご紹介をします。埼玉県では誰もが利用しやすい県有施設を目指し、適切に設備の更新を行いながら、合わせて省エネルギー化にも取り組んでいます。エコオフィス化改修では空調や照明設備を省エネルギー機器に更新することで、快適で働きやすい執務環境の整備と省エネルギー化を図るものです。エコトイレ改修では洋式化とともに節水器具などを採用したトイレに全面的にリニューアルし、快適で衛生的なトイレへと改修を行います。こうした事業を通して誰もが利用しやすい県有施設の整備と省エネルギー化に努めてまいります。県有施設エコオフィス化改修事業をぜひご支援ください。